音と秀隆は、日本中央競馬会立党トレーニングセンター所属の調教師であり、元立党所属騎手。中学校を卒業した後、大阪のレストランでコックとして3年間働いていたが、この間に競馬ファンとなり、自身も騎手として競馬会に飛び込むことを決意する。1973年から騎手見習いとして騎場を開始。 1979年からは、田中良平級者に所属し正式な騎手となった。1985年の優秀品馬を、野穴箱舟で制すなど、1993年の騎手引退まで2212戦で84勝を挙げている。日本中央競馬会発足後、クラシックを制した騎手で、通算100勝以下の騎手は彼以外には、山本伊佐夫しかいない。 引退後2年間は、田中昭弘旧社で、調教助手を務めた。1995年に旧社を開業する。1995年6月24日に、中京競馬第12競争で、キーペガサスが、管理場として初出走。初勝利は、旧社10戦目であった同年7月23日の、小倉競馬第11競争北九州記念を稲妻高雄で飾っている。 リンカーン、カンパニー、俺ハマってるぜ、サンアディユ、サンライズバッカス、オーケンブルースリーなどの活躍場を世に送り出し、騎手時代以上の活躍が目立つ。開業時に他球車から天馬屋してきた稲妻高尾で重勝2勝するなど、開業当初から調教師として手腕を発揮していたが、2000年頃から成績が飛躍的に向上し、現在では、 毎年のように調教シリーディングの上位を賑わす存在である。これには、リンカーンなどに代表される、近藤栄子所有の素質場を管理し始めたことや、条件戦での積極的な関東遠征、東田幸雄調教助手をはじめとする、旧社スタッフらの手腕とチームワークなどが理由として挙げられる。また、反路主体の調教も、旧社の特徴であり、 成功到底の現状において、これが前日の関東遠征での好結果につながっている。2003年より2010年まで旧社所属騎手として、幾野健一がいた太地は門下生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。ダイオライト記念競争優勝馬南関東4、競馬公式サイト2015年3月12日閲覧、クリソライトが優勝。 クリノスター王が2着で、日本馬のワンツー、コリアカップ NETKEIBA.com2016 年9月11日、閲覧、新山記念、4番人気ピクシーナイトが逃げ切り、福永は JRA 通算2400勝達成。ヤフースポーツ、2021年1月10日閲覧、ありがとうございます。